あと30秒ぐらい待ってから始めましょうか。はい。はい、それでは始めたいと思います。では菊池さん、まずお願いしてもよろしいでしょうか。時間になりましたので開始いたします。こんばんは、ファウンデックススタッフの菊池です。ファウンデックスではオンラインイベントを通じてスタートアップに関する知識の提供や起業の際に気をつけた方がいい点などのノウハウをリアルな経験も交えてお伝えしていきます。レクチャーサーズデーの今日はファウンデックスディレクターの馬田からお話をいたします。本日質問などあれば、Zoom の Q&A 機能をご活用ください。質問ではなくコメントがある場合も、チャットの方ではなくて Q&A の方に書いていただくようよろしくお願いします。で、早速、馬田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日は資金調達前の話をさせていただきます。基本的にこの Y コンビネーターに、のおすすめのやり方っていうところを今日はおすすめ、お話ししたいと思っています。途中途中で菊池さんと伊藤さんに少しお話し振って実際どうなのっていうところをお伺いできればと思っています。はい。で、まずですね、ポール・グレアムなんかはこういうふうに言っています。資金調達はすごく難しいと。2番目に難しい。一番難しいのは make something people want だ。けれども、2番目が資金調達だというふうに彼は言っています。で、じゃあその時にですね、どういうふうにまず戦略を立てていけばいいのかというところをまずお話しします。で、基本的にですね、そのピッチをしなくてもいいと言いますか、資金調達をしなくてもいいようにやっていくっていうのが一つの戦略というか、目指すべき戦略だというのが、何でしょう、その YC の方針です。このいろいろブートストラップで自己資金から始まってシードインベストメントを受けてシリーズ A とかシリーズ B とか行っていくんですが、基本的にそのシリーズ A 以降は成長のためのお金を獲得するみたいな感じで、それまでに成長の何でしょうね、方程式がある程度見えてるという状況になってるはずです。で、このシードマネーの時、シードマネーと言いますか、最初の赤を掘る時はシード資金が必要だっていうふうなことが言われますが、とはいえですね、何でしょうね、こう、そういうのを極力しなくてもいい状況を作るっていうのがまずはおすすめですと。というのもですね、一つがそれが何でしょうね、ラーメンプロフィタビルと彼は何回も言っていますが、プログラムなんか言っていますが、ピッチをしなくてもいい状況を作ることができると、投資家に対して強く何でしょう、出ることができるっていうのが彼らの言っていることです。基本的にどうしても投資を受けなければいけないっていう状況であれば、絶対投資家の方が交渉上強くなってしまうというか、値切ることもできますし、何でしょうね。基本的には不利な状況でも、我々では、スタートアップの方が、その条件を飲まなければいけないという状況になってしまいます。っていうのが一つと、あと自力で稼いでいたり、もうプロフィタブルですと、利益出てますというふうなところの方が、投資家は、安心して投資ができると。いわゆるその稼ぎがあるってことは、すでにお客さんがいると。いうことは、このビジネスがうまくいくかもしれないっていう可能性が見えてきているってことなので、そのお湯なんでしょうね。安心感があるというところですと。こういうなんでしょうね。常にプロフィタブルな状況で、投資はしなくてもいいけれ、投資受けなくてもいいけれど、投資受けたらもっと成長できるよという状況にたどり着くこと、ラーメンプロフィタブルになることが、まず何よりも重要じゃないかというふうなことが言われています。で、ラーメンプロフィタブルっていうのは、そのラーメン代、ラーメンを食べて、さえいれば若い人たちは生きていけるみたいな前提で、そのラーメン代、毎食のラーメン代を稼げるようになってくると、すごくいいよねと。さっき言ったのは投資家の目線ですけれど、対投資家の目線ですが、ラーメンプロフィタブル、つまり自分たちが食って生きていけるような状況を作ることができれば、少なくとも自分たち、そのチームメイトの士気も上がりますし、あるいは資金調達のタイミングを自分たちで選べると言いますか。最近だったノーションなんかがそうでしたけれど、彼らって別にもうプロフィタブルだったので、いつ資金調達しても良かったと。タイミングを見て資金調達ができると。ただ一方、赤字のスタートアップに関しては、もうここまでに、資金調達しなければいけないというのが決まっているので、後ろになればなるほど不利になっていくみたいな感じですね。はい。っていうふうなことがあったりしますと。
ただまあもちろん成長のためにお金を受けるっていうのはもちろんありなので、必ずしもしなくてもいいというわけではないと。ただ自分たちが生きていけるだけのお金があるとすごく強い立場に出ますよと。で一方でまあそのためにコンサルとか受託とかをするのももちろんありなんですが、受託をしすぎると生産性が落ちてしまう。すごくそのですね、もちろん週の3日とか2日しか使わないと、あと残りの期間で製品開発をするんですっていうふうにパッと分けたとしても、絶対自宅って途中途中でこう入れ込み割り込みが入りますし、自分の頭の中が結構その自宅の案件で回って自宅の案件に使われちゃうと製品開発も全く進まないので、自宅に1回手を出しちゃうと、ゾンビ化しちゃう可能性があると。ただ、自宅をしながら顧客の課題を見つけていくっていうのは一個方針としてはありだと。特に研究系スタートアップではありかなというふうなことを言われています。で、あと自宅してると、その自宅で我々はプロダクトできないので、今失敗してないんだ、成功してないんだというふうな言い訳ができてしまうっていうところも、まあ、すごく問題としてありますと。最後にそのさっき言った自宅のメリットもあるので、そことのバランスを見ながらこうラーメンプロフィタブルを自宅でやっていくのが、まあ、プロダクトでできるのが一番いいんですが、まあ、そういう状況を作っていくっていうのがすごく大事だと言われています。このあたり、菊池さんどうですかね。資金調達。そうですね。はい。うん、我々も売上は全然まだほぼ上がってなかった状態なので、はい、ラーメンプロフィタブルではなかったかなという、それがちょっとこう余裕を奪う要因になってしまったかなっていう、まあこれ失敗なんですけど思いますね。それはやっぱりこれ、ここまでに資金調達しないとやばいみたいなのがあったって感じですか。一応ありましたね、デッドラインは。なるほど、はい。伊藤さんはまた全く別だと思いますけど、はい、いかがでしたか。資金調達、私も資金調達めちゃくちゃ苦しみましたもう今月ショートするっていうタイミングでようやく入金みたいなですね、結構ギリギリだったので、本当に交渉上別に全く優位な関係が築けなかったと思いますし、まあでもそうですね、研究開発型のベンチャーでいきなりプロフィタブルになることってないと思うんで。そうですよね、まあしょうがないですよね。はいはい、まあでも慣れてれば、うん、まあ、はい、VC をいくつかうまくこう比較してとか、ね、できれば本当は良かったなと思いますけどね。なるほど、ありがとうございます。で、まあそういうラーメンプロフィタブルになるために何すればいいかっていうと、バーンレートを下げるというふうに言われていますと。まあ基本的に、まあこれはソフトウェアを前提としているところなので、基本的にはなんか人を雇わないっていう方針で何とかしておくと、基本バーンレートは下がりますと。逆にまあ1人当たり大体なんでしょうね、結構な金額向こうでは払わなければいけないので、1人雇わなければまあランウェイ伸びるよねとか、あとオフィスとかは極力、そういうところには使わないようにするみたいな、いうふうなところが1個ありますと。ただ YC だと実は投資家のコーワーキング、投資家のいるコーワーキングスペースには絶対行くな、みたいな感じで言われています。だから彼らはコーワーキングスペース持ってないのはそれが一つの理由で、まあ、1個はなんか自分たちの文化を育てるためだと。ファウンド X も個室を提供してて、コーワーキングではないのは、彼らのその個室の中で文化を育ててほしいからっていうのが1個あります。で、あとは何でしょうね、コワーキングとは監視されてるっていう感じになっちゃうので、まあ、そうじゃないっていうような環境をいかに作るかっていうところがすごく大事なのかなというふうに思っていますと。はい。っていうところで、まあ、極力、バーンレートを下げつつ、自己資金で続けて、ラーメンプロフィタブルになると。そうすると、投資家に対して強く交渉できますよというのが、まあ、1個の、戦略の立て方です。なので、まあ、資金調達するかしないかっていうところですね。で、あと資金調達に関しては、まあ、資金調達やりますと決めたときには集中力をすごく乱すと、生産性が3分の1ぐらいになればいい。で、それが資金調達期間中ずっと続くというふうにポール・グレムなんかは言っていて、まあ、資金調達モードに入ったらもうなんか少なくともファウンダーの開発の手は止まるみたいなところが言われてたりはします。はい。で、日々の思考が資金調達モードになってしまったり、まあ、会議がいっぱい入っちゃうので、会議とか準備資料が入っちゃうので、こう時間が細切れになって考えることができないとか。で、あと、資金調達が、まあ、基本的には断られ続けるので、なんでしょうね。そこでモチベーションダウンしちゃうとか。あとは、こう、考えることが、まあ、人とか製品とか、そういう問題じゃなくて資金調達の問題になってくると、まあ、結構、まあ、疲弊することが多いみたいな。基本的にスタートアップはプロダクトに目が向いてないといけないのに、資金調達ばっかり考えちゃうと良くないよねと。このあたりは菊池さんいかがでしたか、資金調達中。
いや気が散りますよね。気が気がじゃないというか、はい、いつどの投資家さんから返事が返ってくるかもわからないんで、一日の途中でふと見たらこうお断りのメールが来てたとかありますし。あ、そうなんですか。 ありましたね。メッセンジャーとかでこうカジュアルに連絡取ったりもするので、あ、よくない連絡が来たり電話がかかってきたり、はいはいはい、そうなるとその後の生産性ってやっぱり落ちますよね。なるほど。どれぐらいに下がったって感じですか。ここでは3分の1って言われてますけど。いやー、どうですかね。3分の1かそれ以下とかそんなもんですね。伊藤さんいかがでしたか。あ、私も3分の1どころじゃない気がしますね。なんででしょうね。まあ、他のことやっぱりできなくなりますよね。うん、うん、それはなんか、まあ、それ用に時間を空けとかないとやっぱり対応できないことって多分たくさん出てくると思うので、はい、なるべく他の予定が入れられなくなりますよね、なんとなく。なるほど。うん、で、思った以上に、まあ、なんていうか事前に想像する以上にやっぱり資料の準備とか大変だったなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。うん、まあ、3分の1どころではないみたいなところは私もよく聞きます。はい、はい、まあ、はい、そこはでもやっぱりなんか、まあ、例えば友達のスタートアップでもう向こうからぜひ出資させてくれみたいな、うん、そういう話になっててみたいなケースであれば、まあ、それはもちろんそれで大変だとは思うんですけど、こちら側に交渉の余裕があってっていう条件とはまた違うなというのをなんか話を聞いたりして感じますね。うん、私なんかは最近あった調達の事例だと向こうから言ってきたのに結局クローズまで半年かかったみたいな事例があったりしましたね。それは長くかかりがちな VC ですか。そうですね、長くかかり、私が知ってる範囲で長くかかりがちな VC ですね。あ、そうですね、長くかかる会社、途中でなんか金額が減ったりとか、ね、おそうですね、あとなんか断るなら早く断ってほしいなって気がしますよね。そうですよね。結構僕も、まあ、泳がされてって言ってあれなんですけど、例えばなんか何億円のラウンド作りたいと思ってて、そのうちの1億円期待してますみたいな状態で、そこそこもうなんていうんですか、シンジケートの体制が決まってて、でもなんかやっぱり抜けますみたいな話になるとなったことがあったんですけど、はい、それなんか他の会社やっぱりそれですごくネガティブに働いちゃうし、うん、結構そこからなんか引き戻すのが大変でしたね。なんか私もそれに似た事例を最近とか、はい、聞きましたね。うん、まあ、その場合はリードが抜けたわけじゃないので、まあ、まだちょっと最初のラウンドで金額を減らして、でエクステンションの余裕を持たしてなんとか集めたって感じだったんですけれども、うん、はい、いやでも本当なんかそういうのがいっぱいあるんでなかなか集中できなくなっちゃいますよね。うん、そうですね、はい、なのでこれから資金調達する皆さんもぜひそういう感じになると。でこれ改善プラットフォームの須藤さんっていう方なんですが、彼なんかは資金調達中やっぱり自分の時間は 40% 当時結構注目されてた方ですけど、それでもやっぱりかなりの時間を資金調達に使わなければいけなかったと。で資金調達に入るタイミングに関してなんですが、まあ、基本的にはその成長を目指すときか資金が底をついたときに資金調達をするというふうなところになると思います。まあ、少なくとも6ヶ月前から動き出すって、まあ、まあ本当はもうちょっと前からの方がいいと思うんですけれど、まあ、それぐらいのポイントでやっていくというふうなところがあるかなと思います。であとは投資家の第一印象結構大事で、VC のネットワークは結構狭いので悪い評判はすぐに回ってしまいますと。ので、まあ、このあたりは気をつけながらやっていきましょうと。騙したら特にすぐに広まる傾向にあります。あとは資金調達ですね、はまあ、あくまで次に何がしたいかっていうところが重要なので、それをベースに考えていくのが大事ですと。資金調達してしまうと基本的には方向性の転換が結構難しくなってしまうので、まあ、指導の投資家だったらまだ理解があるかもしれませんが、それ以降に関してはなかなかこう自分たちの方針でこう変えていくっていうのが難しくなるので、まあ、そうしたロックがかかっちゃいますよとか、あとまあ CVC とかからやっちゃうと、まあ、特定の、
まあ、企業としか、今後お付き合いできませんとか、そういうロックもかかっちゃう方もあったりしますと。あとは資金をうまく運用するといいますか、まあ、資金を集めて使わないでいてもいいよっていう投資家もいるんですけれど、まあ、基本的には投資家は早く使って早く成長しろというプレッシャーをかけてくるので、そのお金を使うっていうふうなところの新たな作業が増えてくるというふうな感じですと。で、まあ、無駄にそれを使っちゃう傾向にもあったりするので、それが難しいところですっていうところですね。ので、そういう生産性を下がって、生産性が下がるというふうなところがあるので、資金調達を始めたら、必ず短い時間で一気に終わらせるのが大事ですと。シリコンバレーと2週間から1ヶ月でやればいいというふうなことが言われますが、日本だと1ヶ月はあんまり効かないかなっていう感じですね。本当に超いいところだ、超いい、超早いケースで、私が聞いたのは数億円が2週間でクローズしたっていうのはありましたけれど、ね、それはすごかったですね。まあ、それはなんか例外なので、うん、まあ1ヶ月でも短いんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。このあたり菊池さんはどれぐらいかかるっていう印象ですか？私の場合言えないぐらい長くかかったんで。シードというかエンジェルズラウンドはめちゃくちゃ早かったんですよ。はいはい、皆さん非常に好意的に捉えていただいて。でただその次がまあプレシリーズ A というかレーターシードぐらいだったんですけど。はい。ちょっとこうこっちも歯切れの悪いコミュニケーションしてしまったものもあるかもしれないんですけど、はい、長くこうずるずるいってしまったなというのが数ヶ月かかりましたね。本当に。なるほど。伊藤さんとかいかがですか？私の場合ですね、2017年の7月にパイクリスタル入って、2018年の1月調達だったんですよ。はい。なので、まあ、その7月1日入った瞬間から、まあ、もともとある程度、ここ回ろうとは目星つけてて、みたいな感じですけども、そこから準備して回り始めて、だから7月の多分半ばぐらいから回り始めた感じですかね。なるほど。で、8月中にはある程度、この人たちがメインかな、みたいなのが、まあ、なんとなく絞られてる感じだった。かなとは思いますけど、そこにそうですね、まあ、VC によってやっぱり長くかかるかからないってあって、その私が投資受けたところは、まあ、ちょっと缶の色があるような VC だったので、そうすると、まあ、DD の中でもですね、結構いろいろチェックしたいみたいな、うん、そんな形で長くかかったなという感じはありますね。なるほど。はい。いや、結構長くかかっちゃいますよね。短くやろうと思っても長くかかっちゃうのがパターンだと思うので、まあ、はい、短く終わらせるような状態をうまく作ってやっていくしかないですよね。そうですね。そうですね。まあ、もう本当に資金調達に限らず、顧客との契約のクローズに関しても何にしても、多分自社の力がどれだけ強いかによって、契約上有利に立てると思いますし、早く契約がまとまるとか、向こうからこうどんどん来て、こうなんていうか、 あまりこうこちらから追いかけていかなくても話が弾むとかですね、あると思うんですけど、やっぱ本質的に会社として強い事業なり、技術を持ってるかどうかとか、まあ、結局そういうところに帰着してくるのかなっていう気がします。ありがとうございます。いや、本当になので、交渉を強くするためにもぜひ、何でしょう、一番いい資金調達の戦略って自分たちのビジネスをインプルーブすることだっていうことをアンドレス・ホロウィッツなんかも言っていたりして、うん、まあ、結局そこがやっぱ大事だなというふうに思います、うん、でその上で資金調達するときにも短く終わらせる。で、ここにも書いてある通り、まあ、基本的に資金調達が始まるとプロダクトに集中できなくなるので、なんかプロダクトの進捗が遅くなると、ビジネスの進捗が遅くなってしまって、今の状態で基本的にはその資金調達始まった段階の状態で、どんなに長くても資金調達しなければいけないことが多いので、まあ、本当にタイミングっていうのも気をつけていただければというふうに思いますと。それが戦略の部分です。で、あと資金調達モードでないんであれば、資金投資家との会議は基本的に断った方がいいですと。時間が無駄になるだけじゃなくて集中力も乱れますので、まあ、何か目的、特定の目的がない限りは、基本的には今は資金調達をやってないのでお断りさせてくださいというと、まあ、基本的に向こうも納得はしてくれるので、断った方がいいと。で、お茶とか行きましょうって言われることもあると思いますけれども、それも断ってプロダクトに集中しましょうと。はい。で、同様に、まあ、コープデブといいますか、買収する部門に関しても何か話があったとしても、基本的にプロダクトに開発、プロダクトの開発に集中したいのでっていうふうに断っていくのはいいと思います。はい。
で、じゃあ実際にじゃあどういう投資家に行くかっていうところが戦略でも大事になってきますが、基本的に投資家は結婚相手のように選ぶと。まあ、なんでしょうね。バリューアップがまあ正直にそこまでメインになるかっていうと正直わかんないんですけど、私個人的には。まあ、ただ、金額だけではないところでもちゃんと見た方がいいとは思います。まあ、少なくともそのどこまで、なんでしょうね。自分たちの戦略をロックしてくるかとか、その辺任せてくれるのかどうかとか、そのあたりはきちんと、他の起業家に話を聞いて回ると。でもちろん他の起業家も言ってくれる人言ってくれない人がいるので、まあ、いろんな方面からちょっと考えて聞いてみるとか、あとまあ基本的にはその追加投資してくれるかどうか、まあ、そのフォローオンをしてくれるかどうかっていうところはすごく大事ですと。その後の、リードを、まあ次のラウンドのリードといいますか、投資家として引っ張っていってくれるか、少なくとも次のリード投資家を見つけてきてくれるところかどうかっていうところは、まあ、ちゃんと考えて、その投資家を選ぶといいというふうに言われています。あと、ファンドのライフサイクルもですね、結構あと6年しかないっていうタイミングで投資してくるっていう人もいたりするので、まあ、そういう時には6年以内にエグジットしなければいけないみたいな、そういうなんかロックがかかっちゃうといいますか、ことになってしまうので、まあ、その辺も気をつけてやっていきましょう。あとはまあ個人ですね。VG は結構個人芸なところが多いので、個人の相性も見て投資家を選ぶといいと思います。このあたり、菊池さん、投資家の選び方なんかあったりしますか？そうですね。なんか私の感覚ですけど、一緒に歩きながら話してて嫌じゃないかとか、違和感を感じないかとか、こうミーティングしてて違和感を感じないかとか、あと、良かったのが、なぜこの事業をやってるのかっていう私からの話に加えて、なぜ投資家をやってるのかっていうのを VC の方から聞いたことがあって、うん、結構それがいいお話だったので、この人と一緒にやれたらいいなっていうのはその時思いましたね。なるほど。伊藤さん、いかがですか？そうですね、フォローについて一言言うと、やっぱりなんか次のラウンドの条件っていうかマイルストーンが明確に決まってると、自分たちとしても何目指してやればこの人たちから出るのかっていうの分かってるといいですよね。うん、最近ちょっと手伝ってるスタートアップで、やっぱコロナの影響で、まあ、今後やっぱり資金調達厳しくなる状況だと思うんですけども、で、まあ、一方でですね、マイルストーンこういうのが設定されてるっていうのがあったらしくて、でそれを超えたので何とか出してくれということで、かなりこう、まあ、そういう握りがあったからこそこのタイミングで出たみたいなのが、まあ、話として聞いたんですけれども、はい、なんかそういうのがあるとやっぱり自分たちとしてもどこまで行ったら、その人たちから次が出るのかっていうのは、なんかすごい心の余裕が生まれるような気がします。なるほど。マイルストーン設定は結構特に関係だとよくやるという話は聞きますね。はい、はい、うん、その辺やってくれるところがあると本当にいいですよね。そうですね、うん、やっぱなんか次があるかないかって、もう真っさらの状態から資金調達始めるってやっぱり結構しんどいし、はい、うん、そこがなんか一つ心の支えがあるだけでも随分違うなっていう気がします。はい、ありがとうございます。まあ、そういうなんかファンドのポケットが大きいところが、まあ、選んでみるっていうところも起業家としてはすごくいいポイントなのかなと思います。で、一方で一回まあ投資受けちゃうとなかなか離婚が難しいというか、株の買い戻し作業は結構面倒というか、まあほぼ不可能みたいな感じ、やってるところはもちろん何個かありますけれど、かなりバリュエーションが上がっちゃう状況で、上がった状況で買い戻さなきゃいけないとかなっちゃうので、かなり厳しいですと。で、あと、まあ、融資になってますが、投資なんですが、恐ろしいのは、まあ、投資家から本当になんか、役立たずの投資家から投資受けちゃうと結構価値が目減りしちゃうところがあるので、まあそこはちゃんとやりましょうと。あと、まあ、そのために事前に評判をちゃんと聞いていきましょうっていうのがすごく大事です。まあ、何をするかよりも誰とするかっていうところで、投資家も、ぜひ誰とするかっていうところをちゃんと選んでやっていただければなというふうに思います。そういう意味で、やっぱりみな、お二人ともやっぱり起業家同士でそういう投資家どこがいいかとか、そういう評判って聞いたりしましたか？すごく聞きます。しましたね。ですよね。はい。はい、投資家同士でもなんか この人たちが入ってるとこの会社に入りたくないみたいな、そういう話ありますからね。ありますよね。はい、あの人ね、うん、てんてんてんみたいなとかありますよね。はい、それは結構気にする必要があるのかなと思いますね。
そうですよね、はいはい、なかなか表に出てこない情報ですけど、まあはい、まあ最終的には金がないことにはあの会社は回らないんで、もう税金でも集めるしかないんですけれども、もう私の過去を振り返るとそうだったんですけれども、はい、あの余裕があればもちろんそれをあのいい投資家というのを吟味する必要があると思いますね。ありがとうございます。なのでぜひ皆さんも資金調達するときにはちょっと周りに、この投資がどうなのとか、ここから起きるとどうなるのみたいな感じで話を聞くといいと思います。であとはあの基本的には複数 の, あの投資家と交渉した方がいいというふうに言われてはいます。複数とこうして、投資交渉を並行して行うことで、あ向こうはこういう条件出してくれましたけどみたいな感じで、なんか、まあ、名前は出せないかもしれませんが、あのそういうふうにお互いを競争させるというか、投資家同士を競争させる環境を作ることで、より、自分たちにとっていい条件を導きますし、まあ、並行してやることで基本的には時間の節約になるというか、基本的にスプリントで資金調達は終わらせるべきなので、まあ、一気にこの2週間で何社回ると、でその後これぐらいに絞って、まあ、これぐらいでディールダウンみたいな感じでやっておくと、まあ、基本的にはいい条件になるんじゃないですかというところがあります。あとはメールの返事が遅い投資家とかだったら、まあ、基本的にはそういう時間制限も設けてれば、そういう変なところには引っかからないようになると思うので、ぜひ時間制限設けて複数の投資家と競争環境を作ってください。で避けた方がいい投資家の見分け方としては基本、事件爆弾とか設定する人ですね。一つが今日中に決めないとダメみたいな、今日中に決めたら資金調達してお金すぐに振り込むよっていうところはあんまり良くないという傾向にあります。まあ、3営業日ぐらいだったら許容されるかなっていうふうな話もあったりはしますけれど、まあ、基本的に事件爆弾といいますか、ここまでに決めて、すごい短い期間で決めてくださいというふうな言われたら、まああまり良くないというか、そういう競争環境を作るのをこう阻害しているので、まあいい投資家の皆さんはいろんなところを見て我々は選んでくれたら嬉しいですっていう人が多いと思っています。であとは有名だけど働かない投資家、まあ、特にエンジェルはまあ何でしょうね、まあ、あんまり貢献してくれない投資家を入れると後で大変ですよって、まあ、もちろんそれだけお金だけっていう関係性もあるとは思うんですけれど、有名だけどあんまりこう動いてくれない人から投資受けるよりは、有名で、まあ、ちゃんとお金出してくれて動いてくれる人にちゃんとお金を受け取った方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとはエンジェル投資とかの後にエクイティとかを要求してきたり、アドバイザー料とかを要求してくるような人は良くないというふうに言われています。まあ、基本的にアドバイザーにはエクイティを渡さない方がいいんですけれど、エンジェル投資した上でなんかそういうのを求めてくるとあんまり良くないと言いますか、そのじゃあエクイティ分もう一回投資してくださいよって言ったらいいので、まあ、基本的にはあんまりアドバイザーに株を与えない方がいいと思います。あとは企業価値とか、の値引きを要求してくる投資家はあんまり良くないなというふうに言われています。はい。では取引に関してですね。まあ、いい調達はちょうどいい調達といいますか、多すぎてもよくないし、少なすぎてもよくないというふうに言われています。で、大体どれぐらいかっていうところ、相場感をある程度知っておくといいのかなというふうに思います。特にまあ最近、まあ、この多分4、5年でかなり相場感は変わってきているので、最近調達した人からどれぐらいのダイリューションといいますか、希薄化でどれぐらいの金額を受け取りましたかっていうところが言える範囲で、言っていただける方に聞くといいのかなというふうに思います。だいたいシードダウンドだと 5% から 15%、 15% だとちょっと大きいかなって感じですけれど、まあ、それぐらい放出することが多いかなというふうに思います。であとはその資金調達の金額感なんですが、まあ、基本的にその金額感をどう計算するかというところで言うと、そのリスクの玉ねぎ理論というものがありまして、このこれを念頭に置いて考えていくといいと思います。どういうものかっていうと、例えば次のマイルストーンは、例えばシードラウンドの資金調達、例えば2000万円調達しますという話であれば、その2000万円を使ってどういうリスクを向きますかと。その玉ねぎリスクっていうのを玉ねぎみたいな、どんどん皮を剥いていくようなものだというふうに思うと、このお金で例えば創業者チームがうまく働けるかっていうリスクを、解消しますとか、技術的なリスクを解消しますとか、ローンチできるかどうかのリスクを解消しますみたいな感じで、このお金を使ってこの期間でこういうリスクを解消します、でここまでリスク解消してトラクションも出てくれば次のマイルストーン達成なので、そこから資金調達、まあ、次の資金調達資金を使い始めますみたいな感じで、こういうなんかマイルストーン区切ってリスクをこう検証していくみたいな、いうふうな考え方をしていくといいのかなというふうに言われています。これはマーク・アンドリーセンなんかが言っていることですね。この辺菊池さんどうですか、このあたり考えながらやってたって感じですかね。うん、そうですね、この理論は当時は知らなかったですけど、うん、そうですね、ま
まあ、人を採用するリスク、人の採用っていうのがちょっとこうシリーズ A 以降だっていうのはそうだなとは思っていて、はい、前もちょっと紹介したかもしれないんですけども、あのエンジニアリングリソースもっとあったらいいのになと最初は思ってたんですけど、あのまだ採用するステージじゃなかったんだなと今思えば分かるっていうのはあったりしますね。なるほど。伊藤さんとかこのあたりってどうでしょう。ああそうですね、はい、これは見れば見るほどそうなんでしょうねという感じがしますね。はい、そうですね、なんかすごく味わい深いですねこの玉ねぎ理論的な、はい、まあハードテックのことをやるとしたらもうちょっとまた違った要素が入ってくると思いますけどね。そうですよね、技術的なリスク結構大きいですもんね。はい、何かまあ試作品を作るってこと自体もあるかもしれませんし、あとはまあ量産のリスクだとか、まあそうだな、なんか品質保証をどうするのかとかですね、まあいろいろな、もうちょっと別の観点がいろいろ入ってくると思うんですけども、はい、まあ、ここに書いてあるのはすごくなんか納得感ありますね。だからまあこういう考え方をちゃんとやっておくと、まあ、いい金額が設定できるっていうのが、あのマーク・アンドリーセンなんかが言ってたことですね。であとエクイティ・エクエーションっていう、これはポール・グレムが言ってることなんですが、まあ、どれぐらいそのエクイティを放出するかっていうのを考えるときにこの計算式で考えるといいよというふうに言われています。 Y コミネーターが 6% の株式を資金、放出するときにはこの N が 0.06 が入ると。 Y コミネーターに対してY コミネートリーってなってますか、Y コミネーターに対して 6% の株を、渡すというときには、そのリターンとして、6.4% 以上平均的な利益が向上するのであれば、取引するべきだと。で利益が 10% 上昇するなら、その 6% 放出することによって、利益が 10% 上昇するのであれば成功な取引だと言えると。こういう感じで、その N に対して、何%っていうのを入れておくと、まあ、この対、なんでしょうね、例えば 30% を投資受けたときには 43% 以上の利益をこれで上昇させなければいけないみたいな、そういうふうな考え方で、ちょっと自分たちの放出する株価を考え、株の、パーセンテージを考えるといいんじゃないかっていうふうに言われています。はい、あとは押さえておくべきこととしては、資金調達の最適化っていうのをしないようにしようと。これはもう本当に Y コンビネーターで何度も言われていることですが、資金調達のに対して最適化していくっていうふうなところはやめた方がいい、避けた方がいいと。本当になんかどんな大、バリュエーションで、すごい高いバリュエーションに最適化して、どんどんとなんか人集めるとか、なんか、なんでしょうね、エンジェル投資家、こう、キラキラエンジェル投資家を集める資金調達とか、そういうのは、資金調達の最適化であって、ビジネスの最適化ではないはずなので、それはやめておきましょうというふうなことが言われています。はい。であとは、まあ、投資家にいろんなお金を、まあ、お金を渡す代わりに株を渡すんですが、それと同じ、まあ、本来であれば従業員の方がバリューアップをしてくれるはずなので、ちゃんとその投資家にお金、ストックオプションといいますか、株を渡しすぎて、従業員にストックオプションを出せないような状況を作るのは良くないんじゃないかっていうふうなことが言われています。はい、じゃこのあたり、菊池さんいかがですかね、話を聞いていて。そうですね、従業員を大事にっていうのは本当大事なポイントで、結構株主である以上誰が何パー持ってるってみんな分かっちゃうじゃないですか。はい、でそれで私が聞いたスタートアップで代表がすごく持っていて、みんな知っていて、はい、エグジットが M&A が起きた時にものすごい揉めて大変なことになって、それ以上言うとなんか特定されるとあれなんですけどなんか大変なことになって社長が非常に辛い思いをしたとかいろいろ聞くので、はい、フェアにちゃんと報いないといけないなというのは非常に痛感したお話でした。なるほど、はい、伊藤さんとかはいかがですか。ストックオプションは何か、まあ聞く話だと、例えば何かストックオプションが あるというのはむしろ長く働いてほしいからやってるわけなんですけども、はい、まあ、IP をして、まあ、なんか誰が何株持ってるって明らかに分かっちゃうんで、なんかあいつの資産はこれだけあるんだなとか、まあ、もしくはなんかそこで上がった感が出ちゃうと逆に人が離れちゃうみたいな、ありますよね。なんかすごくこう本質的に本来の目的を果たせない
形になっちゃってるみたいな話を聞きますよね。そうですよね、まあ、上場してからどんどんと上がっていくみたいな、はい、いうのができればいいんですけれど、うん、なんかね、フリーが上場したときに、はい、その、まあ、多分フリーの内部のエンジニアの人が書いてるなんか匿名のブログみたいなで、はい、なんか結構あれは感動したんですけども、その人自身が昔 IPO ベンチャーにいて、でなんか内部が壊れていくのをそれで見たみたいな、でなんか引き締めてやっていこうぜみたいな話を書いてたんですけども、うん、なんかそういうこうやっぱ経営者はもっと株持っちゃってるわけなので、はい、経営者が言ってもなんかなかなかそこがパワフルじゃないところを内部でそういうことを言ってくれる人がいるってなんかすごいなというのをあれを見て思いましたね。あれはいい記事でしたよね、確かに。うん、はい、すごい思いました。質問いただいてますね。はい。最初の10人 10% というのは10人全員の合計が 10% ということですか、はい、ということですが、サマロトマンはそうですね。はい。最初の10人に、まあ、多分最初の人とかはもうちょっと多めに 2% とか渡したりして、10人の合計が 10% になるようにっていうふうなことを言ってはいます。ただ日本だとそこまで渡しているケースはまあほぼ聞かないですね。はい。まあ、これはかなり従業員に優しい感じの分け方だと思います。はい。で、EXIT に関してはちょっとすみません。一回飛ばします。で、資金調達の戦術に関してお話しします。まあ、基本的に資金調達って、ピッチの前に勝負はほとんどついていて、本当になんか、自分たちの事業が良ければすぐに調達できると。ただ、その中でも、いくつかやっておくとうまく進むよっていうのがあります。一つが、一人目を口説く、リードインベスターを見つけるということです。まあ、基本的に投資家は臆病な人たちなので、一人から実質的なオファーがあれば、まあ、後から次々に押し寄せてきます。まあ、この人がもう払うよ。まあ、投資するよというふうなことを言ったら、まあ、基本的にはその後はずんどんどんと進んでいくというふうに言われています。でただポイントは誰かがなんか、OK って言ったら、なんでしょう、自分も投資するよっていうふうな、そういうなんか投資家はリードにはならないので、そういう人たちには気をつけましょうと。そういう人たちはリードではないです。本当に今投資してくれますっていうふうな人を見つけると、基本的にはその後はスイスイ行きます。この例も本当に身近でも何個も見てますね。一回なんか誰か一人がやるよって言ったら、その後はもうパンと決まるみたいな感じですね。そして紹介してもらうってことですね。基本的にその紹介をしてもらう、まあ、紹介をしてもらえない状況であれば、まあ、おそらくはほとんど何か間違いがあるというか、何か直すべき点があるというふうなことだとは思います。メールで問い合わせてもいいんですが、窓口突撃といいますか、問い合わせ窓口突撃は、まあ、その時点で、まだ早いんじゃないかというふうに言われてはいます。はい。で、まあ、あとはなんか自分たちに会った人たち、会ったというのはその合致した人たちをちゃんと紹介してもらうっていうのが大事かなと思います。まあ、ただ紹介してもらったからといって成功するわけではないですので、そこに関しては注意しておきましょうというふうなところが戦術的なところです。あとは、まあ、投資家の人脈は、まあ、いろんな、まあ、プログラム、ファンデックスもそうですし、まあ、他のイベントとかもそうかもしれませんが、まあ、なんかそういうつてとか、あるいはプログラム活用して、どんどんと人脈を広げていくといいのかなと思っています。ただ、その時にですね、新米投資家は結構、まあ、まだ VC 業界入って短いですとか、まだファンド立ち上げてばっかりですみたいなところに関しては、まあ、気をつけた方がいいと思います。まあ、かなりこう神経質とか、まあ、敏感になったり、まだプロセスが整ってないので結構時間かかっちゃったりみたいな感じがするので、そこはやめましょうと。あとはアソシエイトみたいな方々に、会ってしまうと、アソシエイトからその上に行ってその上に行ってみたいな、結構時間かかっちゃうので、まあ、そういうところもちょっと気をつけた方がいいかもしれません。で、三流投資家を避けるっていうところは、まあ、やっぱり誰か変な人が入ったラウンドとか、だと、まあ、その以降は続かなくなっちゃいますし、3人の投資家に関しては、まあ、結構いろんなめちゃくちゃ押してくるので、まあ、そういう人は避けましょうと。あとリードを取らない、さっき言った、誰かが投資すれば投資するよみたいなことを言ってる人たちには避けましょうというふうに言われています。あとは複数のプランを持つということで、まあ、もし、可能であればですけれども、調達できる資金によって、例えば、松竹梅で一番大きな資金だとこれぐらいのことができます、これぐらい集まるとこれぐらいできます、これぐらい集まるとこれぐらいできますみたいな感じで、いろんなプランを持っておくっていう、そういう戦略戦術を持っておくと、まあ、相手に応じていろいろ変えることができるので、もしかしたらいいかもしれませんと。で、はい、こういう感じでやっていくといいんじゃないかなと。
あと最後に調達目標額を下げるといいますか、まあ、あの低く見積もっておくと、基本的に早く終わることができますと。まあ、もちろんそれでダイリューション大きかったら意味がないんですけれども、あの、まあ、基本的にはあの低く設定しておいた方がいいんじゃないかというふうに言われてはいます。ただ今現時点のコロナの状況だと、まあ、少し多めにやっておいた方がいいかなとは思うので、何が起こるか分からない状況に関しては、なので、そこに関しては、まあ、状況に応じて見るべきだと思いますが、調達額を低く見積もっておくことがメリットにつながることも多いので、ぜひ、なんでしょうね、低めでっていうか、まあ、最低限これぐらい必要で、これぐらいだったらリスクこれぐらい解消できますみたいな感じでやっていくといいのかなと思います。はい、最大金額に関しては雇いたい人数かける、まあ、これぐらいかける18ヶ月、まあ、大体、スタートアップって18ヶ月ごとぐらいに、資金調達していくと、まあ、実際は14、5ヶ月だったと思いますけれど、まあ、それぐらいのスパンでやっていくので、まあ、人数分かける、月々のバーンレート、まあ、資金、まあ給料と、あといろんな社会保険料とか含めた金額と18ヶ月かけて、まあ、これぐらいの人数雇うので、これぐらいのお金が必要ですというふうにしておくといいのかなというふうに思います。で、まあ、シリーズ A 調達段階で10名は多い気もしますけど、まあ、10名から15名ぐらいいるぐらいな感じになっているのかなという感じですね。はい、はい、というところでこの戦術面に関して言って終わりたいなと思うんですが、菊池さんいかがですか、はい、このあたりの戦術どのあたりが効きそうだとかってあったりしますか。そうですね、なんかあれですね、あの金額の決め方なんですけど、あの大型調達するスタートアップが日本でも増えてますけども、あのプレスリリースとかに惑わされないで着実に自分たちの会社はいくら必要なんだっけっていうところに地に足をついた感じで計算すれば、あの他社がいくら調達してるっていうのは気にしなくていいかなと思います。ありがとうございます。いや、まさにそうですよね。はい、はい、うん、私もあの大型調達してる会社見ると本当に大丈夫かいなっていうかこんなに必要なのかなみたいな気が正直してしまいますね。そうですね、逆になんか何に使うんだろうなって思ったりしますよね。そうですよね、はい、うん、そうですね、まあ、もちろんなんか医療機器とかですごく長くかかりそうみたいなやつだったら一気に調達したのもありだと思いますけど、はいはい、うん、はい、はい、まあ、なのでぜひ皆さんこのあたりはあの惑わされずに、ぜひあのいろんな形でやってください。あと、まあ、時間が少しないんですが、投資家向こう側の仕組みを知っておくのも非常に大事かなと思います。彼らとしては基本的に投資家の利益のほとんどっていうのは一握りのすごく大成功するスタートアップから来ている感じなので、投資するとき特に VC に関してはこの企業が大きくなるかならないかみたいな感じで考えてますと。あと投資家が取締役会に入ることもありますけれども、だいたい今1人当たり10社が限界だったりするので、すでに取締役に結構入っちゃってるみたいなところがあったら、まあ多分あの年間1件ぐらいしかできないと。最近その VC のリストもあったりするので、だいたい年間これこの VC はこれこの回数ぐらい投資しているので、この状況を見ていると、まあ、これぐらい、もしかしたらいけるかなみたいないうふうな感じで見ておくといいのかなというふうに思います。はい、であとは、ジャーゴンですね、専門用語とかいろいろ出てきますが、ぜひですね、聞いてみるといいと思います。あのジャーゴンこの専門用語分かりませんと、皆さん資金調達は初めてで、一方投資家は資金調達に慣れています。向こうの方が基本的には上手なので、分からないところがあったら教えてくださいというふうに言うと、まあ、彼らは、まあ、いい人たちだったらあのちゃんと教えてくれると思いますし、まあ、少なくともその磯崎さんの本とかちゃんと読んで持っていけば ある程度答えてくれると思います。はい、あと優先株とか普通株とか多分正直最初は分かんないと思うので、優先株の仕組みとか、まあ、その辺に関しても頑張って、まあ、須島先生のサイトを読むとかのでやっていきましょう。はい、はい、というところで戦術までやりましたと。はい、質問がまた来ていますね。はい、日本の VC の現状や行動パターンを見ていて、今回のそれの内容とずれていると思われる点ですか。まあそうですね。まあ実は、まあこれは何でしょうね。ですね。US の投資家とかと話してて、よく聞く、まあこの1年よく聞いていることですが、日本の方がシードとシリーズ A は緩いというか、いうことが言われることが私は日々と言いますか、よくあります。結構ストリクトなって言いますか、難しめのリスクとか書いてましたけど、さっきの段階とか何もない状況でもお金払出すく投資家がいるっていう状況が日本かなと、まあ、競争環境はそんなに激しくないので、逆に投資家の方が財布の紐が緩いみたいない
いう感じで、まあ、そういうところあるのかなと思います。逆に菊池さんとか伊藤さんとか、まあ、菊池さんどうですか、ここはちょっと日本と違うなみたいな今日内容で。そうですね、何かありましたかね。まあ、期間はもうちょっとかかるんじゃないかなっていう気はします。ね、2週間はないだろうな周り見てても、はい。あ、私が思うのはそうだな、まあ、ちょっとこのスライドとか関係ないかもしれませんけど、やっぱハードテック領域にとんでもない金額集めたりする会社あったりするんで、アメリカの場合、はい、やっぱりなんかそういう大きく踏み込むみたいな感覚が、例えば日本でいけばもうちょっとなんかコツコツ開発を進めて、あの機会を伺うみたいな感じかもしれないところを、もう一気に人集めて一気に開発してあのみたいな感覚がアメリカではあるのかなという、うん、そういうところはすごく違いがあるなというのを感じますね。ありがとうございます。なんか結構確かにディープテック系ハードテック系でかなり一気に突っ込むとかありますよね。はい、バイオベンチャーとか本当もうなんか VC 側にもものすごく知見があったりとかして、そういうところからいきなりなんか数十億入れて検証を始めるみたいなんですね。なんかそういう話聞いたりするんですけども、まあ、日本でちょっと信じがたいですよね。そうですよね。ファウンダーズファンドもなんかこの前なんか Facebook 以上のリターンを出したところは確かそんな感じで、あのピーター・ディールのところですけれど、はい、かなりのディープテックにガンと投資して一気に上げて買収されてみたいな感じでしたね。なんかあるヘッドハンターから聞いたんですけども、その野心がある人たちをじゃあスタートアップで集めるとして、はい、あのまあ、大体その熱意とかなんかそういう野心が続くっていうと2年ぐらいらしいんですね。でそうすると、まあ、じわじわ開発して機会を伺うと経営者は思ってたとしても、はい、そこに入ってきた初期に入ってきた優秀な人っていうのはあれなんか違うぞみたいな感じで思い出しちゃうと、やっぱりそこで人離れちゃったりとか、あの勢いが失われちゃったりする面があると思うので、うん、まあ、僕はその話を聞いてて、あの初めはなんかそういう巨額資金調達として一気にやっていくって本当に意味あるのかなというのを思ってたんですけど、まあまあそういう意味で、まあ、人を一気に入れてこう人の心がホットなうちに、はい、あの進めていくみたいなそれがむしろなんかチームとしてこう勢いがあるうちにこう前に転がっていくみたいなですね、感覚があるのかなと思ったりして、うん、はい、なんかそれ結構新鮮でした、最近話聞いて。面白いですね。なるほど。まあ、あとはなんかシリアルアントレプレナーだと結構なんかそういう一気にやるっていうのはあるかもしれないですね。うん、はい。なんかイスラエルのスタートアップの話聞いてると、なんか毎回同じチームで3、4回起業して全部Amazon、Google、Microsoft にExitしてますみたいな。すごい。いいですね。そのマッチポンプ感が激しいですね。そうですね。人材プールの差はありますよね、そう考えると。そうですよね。なんだろうな、まあ、シリアルアントレプレナーという意味だと、ひょっとしたらなんか先ほどおっしゃってたあの資金調達に最適化するみたいな感覚の中でいくと、もう VC が何欲しいかってなんとなく分かってくるじゃないですか。はい。で逆になんかそれを作りに行けばとりあえずお金出るみたいな感覚なんとなく自分の中にあるので、なんかそれはそれでなんかちょっと本質的じゃないなっていう気が、はい、あのしますね。わかります。なんかこれだったら調達できるけどみたいな、ね、はい、こういうベンチャー好きなんでしょみたいな感じが なんかありますよね。そうですね、まあ、今だったらなんか SaaS のある程度のこういう領域だったらいけるかなみたいなとか、うん、そうですね。それとか、まあ、ディープテックでも例えばなんかこういう実績が出てるって好きなんでしょみたいなそれがなんか長い目で見たらもっとなんか違うステップを踏んでいった方が本当はいいかもしれないところを、やっぱなんか資金調達で、まあ正直あんまりそこが分かってない投資家に刺さる成果みたいなものを、はい、求めていこうと思えばいけるような気もしますね。なるほど、ディープテックともできる。はい、なるほど、うん、まあ、あまり良くないですけどね、うん、はい、ちょっと時間がオーバーしてしまったのですいません、一旦こちらで終わりたいと思いますが、じゃあ一回戻って、はい、はい、では、最後のアナウンスをしたいと思います。次回のファンデックスライブは明日6月12日金曜日にネクストチャレンジフライデーをお送りします。
テーマは、明日はスタートアップにはどんな顧問アドバイザーがいると心強いかという話です。ちょっとタイムリーな話も挟もうと思っているので、ぜひ、来ていただければと思います。また来週木曜日のテーマは、企業文化の予定です。また皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ぜひ、周りにいる、友人の方や知人の方などもお誘い合わせの上ご参加ください。本日のファンド X ライブの内容や企画全体について質問などございましたら、スタッフ -all@fundex.jp まで気軽にメールいただければと思います。それでは本日のファンド X ライブの放送を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。